2月10日月曜日、長岡町にある私立西ヶ丘小学校で、幼稚園・保育園の年長の園児が小学校の授業を見学しました。西ヶ丘小学校では、4月から学校に通う園児を対象に、小学校での生活を肌で感じてもらおうと、毎年授業見学を開いています。この日は津市観音寺保育園、私立安東幼稚園、学校法人大川学園の津西幼稚園、社会福祉法人若草福祉会の公園西保育園の園児110人が小学校を訪れました。園児は小学1年生の児童が国語、算数、音楽、生活の授業を受けている様子を見学しました。生活の授業では、園児が児童からコマ回しやあやとり、けん玉の遊び方を教えてもらっていました。園児は楽しみながら小学校での生活を体感していました。昔遊びのあやとりでほうきを作れて嬉しかったです。小学校のお兄さんお姉さん、優しかった。みんながこんなにも難しい歌が歌えててすごいって思いました。